どこ？石くん。さあ、それでは、レッドもイエローもグリーンもブルーもピンクもゴールデングラブも非常にかっこいい素晴らしいアクション演技を披露していただきましたが、あのセリフをですね、発していただきました。まずあのイケメン司令塔の伊藤選手、黒いマントを翻してちょっとお話聞かせてもらってよろしいでしょうか。なかなかあのグラウンド上ではマスクをですねしていて、なかなかこう素顔がね見られないという、そんな方も多かったと思いますが、大きな画面アップで非常にシリアスな演技に挑戦されました。ご感想いかがですか。いや、そうですね、あの僕は正直あの悪役がいい役なのかちょっと分かんなかったんですけど、最後は、まあ、チームに、あ、チームだよ、まあ、町を守るために貢献できた一人だと思うので、いや、ちょっと真面目ですみません。いえいえ、OK ですよ。京セラドームの大阪をしっかり守ってくれました。さあ、そして非常にこの映画の中でいい味を出していた神の発明家にも一言いただきましょう。大道さん、はい、素晴らしい。やめてください。もう今、ベンチ横で見てたんですけども、早速大根っていう声が飛んできました。え、そうですか。もう僕自身野球ダメやったら役者の世界で飯食っていこうと思ってたんですけど、ダメみたいです。なんかだんだん大道さんが壊れていく様子がすごくこう想像をかきたてていて、笑いが込み上がってきたというか、どうかと思うんですけれども、皆さんいかがですか。ぜひ同期編に向けて演技をさらに、はい、技に演技に磨きをかけていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それではですね、バファローズの選手全員にご登場いただこうと思いますので、ここはやっぱり神の発明家さんにあのセリフを発していただいて、このファンフェスタをスタートしたいと思います。よろしくお願いします。自家発電システム作動。
ヒーローのチェンジです。まずはノーヒットノーランといえばこの人、西投手の表彰式です。西選手は10月8日福岡ソフトバンクホークス24回戦でノーヒットノーランを達成いたしました。プロ野球史上76人目の達成となります。それではその西投手に対しまして、パシフィック野球連盟から記念の盾が贈られます。プレゼンターはオリックス野球クラブ株式会社の村山義雄常務取締役連盟理事です。大輝につながる希望の光をオリックスファンへ示し、昨
明るい話題としてテレビ放送に多大なる貢献をされました。よってここに財団放送局賞テレビ MVP として表彰し金30万円を贈呈します。平成24年11月25日おめでとうございました。西投手には賞金30万円が贈られます。西投手おめでとうございました。そして小木原様ありがとうございました。それではファン感謝祭開会します。